演舞開演。どうも、本日はこちら、今日シャトレーゼの京都宇治抹茶ダブルシュークリームを食べたいと思います。以前食べた通常のダブルシュークリーム美味しかったので、これも楽しみです。で、以前の期待をそのままに戻せてくれるのかな。おお、なんか見た目がすごい。まずちょっと重量感もありますね。中身とご対面。あー、でも全部出すとやばいから、このままいただきます。あなたはやっぱり期待を裏切りませんね。しかも中身の抹茶クリームの抹茶の濃厚さがコンビニのシュークリームとかとは全然違いました。まさに抹茶を飲んでいるような印象を受けます。抹茶を直接クリームにしたらこんな感じになるのでしょうか。外見もちょっと変わっていて、さすがのお菓子の専門店だなと思いました。またシュークリーム食べたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。